さあ、エタグの時間がやってまいりました。本日395回目の今日の表現です。アプリシエーション。さあ、皆さん、意味はどうでしょう。感謝ということでよろしかったと思います。さあ、問題はですね、なぜこのアプリシエーションが感謝という意味につながるのか。それにとはスペルですね。つまり綴りにございます。さあ、皆さん、アプリシエーションをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてますよ。この辺りでございます。これですね、プレシャスの出だしがですね、あるんですね。でもちろんプレシャスは貴重な、価値があるという意味でよろしかったと思います。で、皆さんにとってですね、貴重なもの、価値があるものは、例えばあなたの保護者からの愛ですね。愛情でございます。その愛を感じた皆さんは保護者に感謝の気持ちいっぱいですね。そのイメージでつなげていただけると嬉しいかと思います。そしてアプリシエーションの動詞、アプリシエーションの動詞、これですね、アプリシエイトの意味はどうですか。動詞ですので理解するという意味でよろしかったかと思います。さあ、問題はアプリシエーションの動詞アプリシエイト、なぜ理解するのか、つながりますか。イメージをしていただきたいのは、価値がある、貴重な皆様の保護者の愛でございます。その愛、当然すぐには理解できないかもしれませんが、時間をかけてゆっくりとありがとうという感じで理解しますよね。ですからアンダースタンド、理解すると少し違う点は、価値があるものですので、じっくり時間をかけて理解すると。その進化、良さを理解するというのが、アプリシエイトとアンダースタンドの違いなんですね。ですから、イメージしていただきたいのは価値、保護者からの愛情、そこから理解する、アプリシエイトにつなげていただいてもよろしいかと思います。いけますかね。で、ちなみにアプリシエーションですが、こちら公式問題集ピンクの4、テスト1のパート4、回答冊子37ページにも掲載されておりますので、参考なさってください。そして我々はですね、皆様の TOEIC のスコアップ、こちらにつながるですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。